慶応義塾大学の教育水準は高いのか問題ということで、1000、え、人、ー、教員1人当たりの学生数ですけれども、特に文系が非常に多いんですね。えー、1人の先生が大体40人、50人見ているという学部が続出しておりまして、これは高校より大きいわけですよ、まあ、高校の1クラスよりも。なのでですね、えー、慶応義塾が入試が難関であること、また個々の先生の研究が素晴らしいということに関しては、えー、全くですね私、何の不満もないんですけども、 文系学部を中心に、1000人教員1人当たりの学生数が多すぎる。何せ、国立大学は10人切ってるわけですからね。ハーバードは8人、プリンストンは6人という状況の中ですね、学部で50人以上の学生を見てるという状況では、とてもじゃないですけど、大講義室でのまあ何百人という講義、あるいはそれをオンラインでやるということで、とてもじゃないですが、教育水準が高いとは言えないと。で、この問題、とにかく誰も触れない。 まあ、ごく稀にですね、まあ、良識あるマスコミに取り上げられることはあるんですけども、受験業界では誰も言いません。なぜかというと、慶応に受かることがゴールだからです。つまり、慶応義塾大学の特に先生の数が少ない、マンモス学部に入っちゃった学生の中には、少なからず不満のある学生が絶対いるはずなんですね。頑張って勉強して入ったのに、まあ、面白い授業がない、大人数講義ばかりであると。 SFC、えー、もかなり多いです。SFC は明確に理系ではなくて、文系の、しかも社会科学系学部と同じ、まあ、マンモス教育をやっていると言わざるを得ない。この数字見る限り。なので、この問題についてやっぱり真摯に取り組んでいただきたいんですね。実際に早稲田大学や明治大学は年々減ってます。かなり改善をする、まあ、してるわけですね。で、慶応の場合も、まあ、正直文学部ぐらいのですね、まあ、手厚い教育を、それこそ経済や法律や商業、 SFC こそやるべきではないのかと。医学部とまでは言いませんけれども、このあたりの問題について、まあ受験業界が誰も触れないんでですね、私が言ってもまあ世の中にあんまり広まらないんですけども、一人でも多くの人に分かっていただいて、受かって満足とか受験の難関じゃなくて、入った後の教育の質が高いかどうかをもっとみんなですね、こう、改善すべき点は訴えていくべきじゃないかと思います。